私がそれなりによきみちゃんです。赤リップですね。めっちゃ赤い。ただただ赤い赤。ただただ赤い赤っておかしいけど。今日の一日の予定を聞いてですね、戦慄しました。大変だ。チェンさんこんばんめ、こんばんめ。メイちゃん好き、ヤマシありがとう、好きって言ってくれて、グッドモーニングメイちゃん、トニーありがとう、トニポニー、トニポニー、グッドモーニング、セラマ、間違いな、なんだっけ、サワディーカープ、家政婦として雇ってくれる。メイの家多分今汚いからさ、お掃除しておいてくれると嬉しいわ。多分また荒らしていくんやろうなって感じ。タイの前もめっちゃ汚くしてきたから、多分北海道の前もめっちゃ汚くしていくと思う。赤リップめっちゃお似合い、本当に可愛い、ありがとう。今日は一日すごく大切な日なので頑張りたいと思います。ゆうなくん元気？めいさんだよ。わお、なんて書いてあるかわからん。サーリーカープ、サーリーカープ、コップンか。コップンか。コップンみだよ、コップンみ。全然コップンみ使わなかった今回。髪の毛のピンクが落ちてきました。やっぱ海外だから色が落ちやすいのかな。やっぱみんなから見ると結構落ちてない風に見えるかもしれないけど、結構落ちたの。ここはまだ落ちてないけど、毛先がやっぱし茶髪っぽくなってきました。タダトラさんこんにちは、こんにちは。あいまるおはよう、めいちゃんおはよう、ありがとう来てくれて。水の影響なのかな。そうそうそう、あとアイロンのしすぎもあるけど、めっちゃほらわかる、色素がなんかねホワイトピンクみたいになってきました。今日元気だよ、あいまる。私は今シルバー、シルバーいいな。何回ブリーチしたん。屋台巡りしたのかな。屋台巡ったっけ。うん、うん、なんかよくわからないトウモロコシ食べました。コーンにココナッツミルクをかけてみたいなやつを食べました。なんかすごい可愛いギフトだね。そうだから、なんかでもなんだろう、うん、なんていうの、ナイトマーケットに行きました。ナイトマーケットでズボンを買ったんですよ。それが可愛くて可愛くて可愛かったからオッケーって感じですね。可愛い丸でした。可愛い丸。ブリーチは毎回してるからトータル3回。全頭3回はやばい。髪の毛切れるかもしれない、目やったら。いや3回じゃ切れんと思うけど、4回目とかになると多分本当に髪の毛切れちゃうと思う。今内側がね、何回くらいしただろう、ここ。これで2、3回くらいしてるんですよ、ブリーチ。で、この、もう髪の毛が絡まってパリパリだから、パリパリポーって感じ。メイさん、かわいい丸。ありがとう、丸。どう？今日、昨日、初エステに行きまして、行ってのこれです。でも今日はもうファンデーションとか塗ってるからあれだけど、良い感じかなと。今日はいい写真を撮れたら、みんなの元に届けられたらいいなと思ってるけど、どうだろう。でもご飯食べ過ぎちゃった。いけるかな。テレビ出演頑張ってね。テレビ出演、朝食を食べましたか。朝食は食べました。ホテルのご飯を食べました。そう、より綺麗になりたい、なれるようにいろいろとやりたいなと思っておりますが、タイは美容大国で、だからすごい安いんですよ、エステが。街中やと200バーツぐらいで受けられるっていうお話を聞いてて、200バーツでしょ。2、3が6、600円でエステ受けられるんですって。すごくないですか。まあ、だいたい今日本やと4やから3、4だから
西800円ぐらい、もう1000円いかないぐらいで、そうエステ受けられるんですよ。すごくないですか。もう一回生きていいって、より綺麗になれたらいいなって思ってます。違う、めっちゃ安いの。だからなんかタイの人が価格がすごい綺麗なの分かる気がする。なんか物価が安いからやっぱしすごいいいなって思った。タイにもし住んでたら1ヶ月に1回は通ってると思う。だって1000円しないんだよ。そんなの行くよね絶対。タイにエステしに行こう。めっちゃいいよ、めちゃくちゃいい。もう半分、4分の3記憶がない。最初は入れることに緊張しちゃってなんかってなってたり、めっちゃ冷却みたいなやつの風をこうやってブワーってやられたから寝れんかってんけど、でも基本的にもうそこの後の記憶がない。もうただただ眠くて眠かったっていうわけではなく、ただただなんか寝てました。え、気づいたら寝落ちしてて、でパッて目覚めたら、だからなんだろう、いい昼寝をしたって感じ。なんかお昼寝って長く寝すぎるとダメやん。だからすごいいいお昼寝の20分とか30分ぐらいを寝てたって感じ。だから目覚めた時めっちゃスッキリしててすごいって思った。滞在はすごい長いです。タイはね長いですね今回。まあいろんな理由があったりなんですけど、まだ内緒なので言えないです。今日がすごく大切な日なので、今日もかライブ終わって次に大切なのが今日だから、ちょっと頑張ろうと思います。ゆっくりできてるのがいいですね。そう、結果的に昨日はすごいゆっくりできた。めちゃめちゃゆっくりできました。I will work out while listen to you. Listen? Work out. 仕事の話？どういう意味なんだろう。To you. イエイ。写真集。写真集？一人で出すの？それはできないよ。誰も買ってくれない。髪の毛が調子があんま良くないです今日は。逆に髪の毛の調子が悪くなっちゃった。バリバリしてる。バリバリのバリコちゃんって感じですね。茶髪。I'm walking in a... Oh! Thanks, goodbye, bossing there. No there.ボス、ボスイン、ボス、ワーキングノウ、わーお、お疲れ様。出したら私が買います。本当？ワーキング is to exercise at gym。ジム。すごい、ファイティー。10冊は買ってくれるの？わーおだね、それ。さあ、皆さん、ぜひぜひ、安原のランチ機ゲットできました？もう終わりじゃない？多分顔の、ね、もうゲットできないのか。ランチキゲットできました？みんな星を投げてほしい。みんな星を投げてくら、今だけ通常物販で買えるんですよ。ランチキメイとかの、メイとか対メンバーのやつを買えるっていうあれだったんですけど、ゲットできましたか？ランチキ忘れてた？嘘。声でかかった。ゲットしたよ。ありがとう。いいの、ゲッコできた？ゲットできた？ゲッコ、ゲッコだって。ゲットできた？かわいい。水着がなかった。あれまあ。ランチキ忘れてた？言えなく忘れてた？いいお天気だね今日。昨日雨だったんですよこっち。珍しく雨降ってるって思って、でも今日はすごく晴れてるけど、今雨季だからどっちなんだろうって感じ。雨季だから急に降ったりするんだよ雨が。
この後のことをもうちょっと緊張してきちゃった。でもみなずまさん、ひえーってなる。今？なんか Please come to Japan Expo Malaysia 2020 2020。わお。行きたい。I want to go to Japan Expo Malaysia 2020。なんとか一回行ったよ。そのこと忘れて普通にチキ取っただけだった。なんてことだ。アレマ、アレマのアレマちゃんだ。稲妻さん、稲妻っていう文字が飛んでくる。変なの。また機会あったらユナくんぜひゲットしてね。今言われて思い出したそう、確かにあんま言ってやらかした。また絶対機会あるから待ってて。これはあれかな、直接めいちゃんとチキ取りたいよっていうメッセージだよね。なんかの取材かな、内緒です。 Maybe Japan Expo at Thailand too。 本当？多分来る、来てほしいな、もしメイラが行くことになったら。トニーに会いたい、またトニーポに会いたいよ。 I want to meet you。 そう、直接撮るのが一番だって思ってたね。そうだよね、メイもそうだと思った。忘れただけとは言えない。ちょ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 、そうだよね、ただただメイとね、直接チェキ取りたかっただけだもんね。Yes! Japan Expo Thailand is at early 2020. Wow! 行きたい、頑張る。タピオちゃん、ハチと、かわいいね。かわいい顔するね。頑張るよ。こんにちは。流した涙と汗で。10月はまだライブの予定を見て。10月ちょこちょこ出てきてるから、また前みたいにまとめてみるね。どれが出れるよっていうやつでまとめるから、ちょっと待ってて。怒涛に多分告知祭りをするから、あのめいちゃんのライブ案内っていうハッシュタグを見てくれると嬉しい。告知したよってまたツイートするし、配信でも言うね。でもまず10月はもう1日からライブがあるんでしょ。わおだね。いるときに行かんと。そうだよ。あと10月12日に。10月12日。今ね、布団の中入ってる。10月12日にワンマンライブ。のどかでいいでしょ？のどかちゃんだから。まためいちゃんに会いたい。あいまーる。あいまーる。アイマール。10月12日2部予約できます。できるよ、なんかありがとう、予約しておくね。あざみざわです、ありがとう。めちゃちゃめちゃんこ待ってるよ。お願いします。おけみちんです、ありがとう、待ってるね。今着てるのパジャマ、よき、あ、これは上は違うよ。上はキューキューで私服、下はパジャマ。なんということでしょう。今日は白 T です。こっち来てから白 T しか着てない。これね、背中が可愛いんですよ。背中可愛いけど見えるかな。見えた？背中が、あ、こうしたら見えるかな。こうやって、こうやったら、あ、いい感じ。ほら、背中可愛くない？バックプリントめっちゃ可愛いの。こういう感じのバックプリントが可愛いんですよ。見えた？ちょっとちっちゃくだけど、鏡越しにチラリズム。お花っていうか、なんか写真みたいな
グラフティック T シャツ的な感じの。でも前にそのデザインが来るんじゃなくて、前はこういう文字だけで、後ろにそういう柄があるよっていう感じ。まあ基本的に髪の毛で隠れちゃうんですけど、私の場合髪長いから。でも白 T 好きだからさ、白 T ばっか着ちゃうの。こっちでも白 T 買いそうになってさ、また白 T かと思ってやめたんだけど、これでもビゴで1000円いかないぐらいの値段。まあすぐそういうのばっか買っちゃう、ビゴばっか。お花、お花なのかな、多分花、お花なのかな、なんかよくわからないデザインなんで、ちゃんと見たことない。可愛いとか言っていて、可愛いやろ、おしゃれすぎてわかりません。シャレオツです。今日はこれにあのスカート履いて終わりです。ショートパンツにしようかな。どっちがいいと思う、スカートとパンツ。ショートパンツかな今日は。昨日スカートだったし。おしゃれって何なのかよくわからない、目もわかんない。よくダサいって言われるもん、いろんな人に。めいちゃんダサいって言われるから、可愛くなれるようにマレーシアじゃなくて、ここはどこだ、タイで洋服を変えたらいいなと思ってます。そう、あんまよくわかってない。ひショーパン一択。今日はショートパンツかな。ちょっと今から必要な感じだと、やることを考えるとショーパンが一番動きやすい。ダサい服を着て可愛さを目立たされてるんですよね。そうですよね。そう、いや本当にダサいの私。どうしようと思って、セラミチン、最近買った黒のタイトスカートっぽいのが個人的にすごく好き。私服分からんから。そう、分からんの、めっちゃ分からん。何が可愛いか、似合うと思う服を画像で私に送ってください。そういうのがあれば買って帰る。 Today I'm going to subscribe a Japanese class。 本当に、へえ、めっちゃ嬉しい、嬉しい。 I'm glad。 わーすごい、ありがとう。コップンか、いつか話せたらいいね、ジャパニーズ。あのトーク、メニートーク with me、 合ってるかな。メモ英語覚えよう、ちゃんと。かわいいメイちゃん、OK、頑張ってね。アキラさんありがとう。どういう系が好きなかにもよります。どういう系が好きなんだろう、なんか結構ボーイッシュな方が多いんですけど、てかなんだろう、アクティブというかな、カジュアルが多い。可愛い洋服あんま着ないんですよ。で今日か、今回可愛い洋服1個買ったから、それとパーカーを合わせようと思って。だからなんだろう、結局はカジュアルになっちゃうっていうあれなんだけど、フリフリ系着たことないね。着たことがない、ない、来たことないかも。フリフリは、フリフリってだってさ似合わないと思う。さあ何着ても似合うと思う、本当？まあ、今日ちょっといろいろと探していきたいと思います、空き時間に。はい、黒い衣装の着物の、あ、似合ってた？うっそ、嬉しい。頑張って探したからさ、あれ。似合ってるよって言ってくれる人が多くて嬉しいです。So cute! あー、Thank you! トニー。フリフリはいいよ。いつもが遠いけど。じゃあフリフリ着ようかな。嘘だよ、多分着ないと思う。いろいろと見ていきたいと思います。また買ったものを今度紹介するね、待ってて。じゃあ今から私はこの後の準備をしたいと思います。
清楚系ワンピースは持ってんだよな、何個か。じゃあ今から私はお着替えをしてこの後のものに備えたいと思います。今日はね、夜中にみんなからして夜中に多分配信があるので、公式ルームで楽しみにしててください。多分ある、5人で配信すると思うので。ワンピース気になる？え、嘘、ちょっと今度載せるわ。たまに良きね、頑張っていきたいと思います。皆さん的にはお昼かな、時間的にお昼に配信見に来てくれてありがとうございました。生着替えはしません。それでは今から行ってきます。以上、バンドジパン石川県の伝道師リーダーの SR メイでした。バイバーイ。アツメイです、ございます。コップンカー、バイバーイ。